ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んで行こうぜ。よしきでございます。はい、ということで本日の動画なんですけれどもね、久しぶりに TKT の練習動画を撮っていこうと思います。イエーイ。なんかほんと久しぶりだね。久しいね。ずっとやってるけどね。ウェイトとか頑張ってたんですか？ウェイトもそうだし、 Twitter に上げたんだけどね、アクセルの練習を混ぜてもらう時あるんですが、その時にね、自分より2ランク3ランクぐらい上の選手の方々と練習させていただく機会があったんだけど、例えば 100m で10秒4とオリンピアンとか全日本実業団のチャンピオンとか、そういう人たちがいるところでこう練習させてもらったんだけど、分かってたんだけどね、ボコボコにされてっていう気持ちがやっぱり最初に出てきたんだけど、でもね、それと同時に俺まだ強くなれるわって思ってたんだよね。ないない、陸上あるあるというか、強くなる時の移り変わる雰囲気をなんか思い出させるというか自分がステップアップする瞬間ってなんかそんな感じでふわっとしてるよね、あれみたいな。そうそうそう、その感じ。今周平の話聞いてて懐かしいなって今一瞬思いました。はい、ウェイトもやったり走り込みもやったりっていうところなんですが、やっぱり冬季練習の中で重きを2つこう置いてて、フォームコントロールと基礎体力、この2つを重き冬季練習やってるんだけど、まあいつも2つをメインにやってるんだけど、今日はめっちゃボディコントロールしようかなと。なるほど。フォームが自分の中でいいなってなるまで今日走り続けます。100本走っても納得いかなかったら120本とか走るってこと？その予定でいる。1000は行こうかな。カオスすぎだろ。まあそうだな、7から10ぐらいかな、行って。おお、結構やるね。随時確認したいと思います。体が温まっていけそうだなって思ったら、うん、最後ちょっとだけショートダッシュ刺激入れて、うん、今日の練習は終わりにしようかな。ショートダッシュって言うと 400m ぐらいですか？お前でも違うでしょ。違う。 400m ショートだよっていう、多分ウルトラランナーの宮古さんぐらいだよね。いや間違いね。それではやっていきましょう。ダッシュで行こうぜ。ちょっと抜けたね、今。うん、全体的にはいいんじゃないでしょうか。バナナ食ってんじゃねえよ。バレた。バナナ食いながら撮ってました、実は。おい、言うなよ。すげえ話するよ。陸上でさ、記録を出す上で大事なことってなんだと思う？難しいかな、この質問。どう？よしきさん考えてることでいいよ。考え続けること。ああ、いいね。考えるのやめたら絶対に伸びないと思うし、やらされてるだけの練習じゃ絶対に無理だと思うものが陸上だと思ってます。そうそう、正解だよね。10秒77出すまでで間違いなくこれだって思ったのが1個あるんだけど、再現性を高める、これが記録を出す上で一番大事です。再現性を高める、はい。っていうのは、例えば練習で僕は10秒1走りました、でも大会だと10秒9です。こうやって再現性がないですよ。なるほどね。再現性がなくて試合でできないと、そうやって意味がない。じゃあ再現性を高めるってどうすればいいの？もうそのままなんですよ。反復同じこと、正しいこと何回もするしかないですよ。これでしかないですよ。だから再現性高い人、再現性低い人では試合の結果の出方が全く違う。だから練習で一本うまくいったからやめようみたいな、そういう選手は結構危険。日々の練習の中で10本あるうちの1本じゃなくて10本あるうちの8にしてほしい。そうした時に分かりやすいけど、安定感も高まるし、よくいるんですよ短距離選手って、最後の1本だけ行こうとか、125本だったのにを1本目がすごい良かったからこれで終わっちゃおうとか、それも大事だよ、時と場合によっては、うん、大事なんだけど、じゃあそれってトータルで見た時にプラスなんですかって言われると、そうではない。試合にもつながりづらい。それを聞いて再現性が上がるアイテムがこちらですみたいな、みたいな、全くない。努力のみ。大丈夫、みんな俺変な詳細出さないから心配しない。概要欄に再現性が良くなる本がなんとあります。僕たちの趣旨あれなんで、概要欄は分かってないから大丈夫。そういう意味でも走り込みとかフォームを意識するって超大事なんですよ。なるほどね。これ伝わったかな。俺が伝わったんで多分伝わってると思う。普通に聞いてて分かりやすいし、なんならお腹いっぱいなんで、ここで動画締めてもらって、あと勝手に走ってもらって。最後までご視聴
カラスが荒れてます。絶対喧嘩だって。カメがいっぱいこうね、来んの。なんか生臭い、なんか匂いも変だよね。トモ食いってやつ、火が食われたとかするんじゃないの。カラス詳しい人、この現象なんだか教えてください。はい、一番いい、多分一番いい。めっちゃいいね。今すごいフォームを意識して走ってるけど、じゃあ本番はそれ全部意識して走るかって無理じゃないですか。だから意識したものをどんだけ無意識でできるかなっていう意味で今ちょっとやってみました。あ、いいね。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。早いな。フォームコントロール意識して7本から10本やりましょうって今始まったこの練習なんですけど、じゃあ何意識してるんですか。みんな思うと思うんですけど、3つかな。腕振り、腕振り。試合になるとこうなる。腕振りって連動性なので長距離ももちろん大事なんだけど、短距離は特に足の軌道に大きく関わるところなので、しっかりこう振るっていうを意識してますね。もう一個はリーチアウトしないこと。できるだけ足が上がってきたら、すぐ下したらすぐ下ろす。なるほどね。弾む、弾む、弾むにはリーチアウトしないで絶対回してついて目線を高くして、はいはい、跳ねるような。この3つを意識してやっているんだけど、やっぱり後輩になってくると腕がちっちゃくなってきて、疲れからもリーチアウトが出ます。振り出しても楽なんで、疲れると弾みもなくなる。ゴー、サラス1本。さあ3つを意識してリーチアウトせず腕振りをしっかり振る、そして弾む、この意識で走っています。ダッシュで行こうぜ。お疲れ様です。ということで大事なポイントが 3つあります。フォームをちゃんと意識しましょう。再現性高めましょう。カラスの行方ということでね、冬季練習また皆さん始まっても、まあ一番きついのは多分12月から1月だから、まあ多分今みんな苦しい時期だよ。多分これからクリスマス連とか、煩悩なんとかとか、あの、わけがないの始まると思うから。わけがない。そのわけがない。走りも大事ですから。まあということで、引き続き冬季練習頑張りましょう。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。